はい、おはようございます。2018年1月の29日、朝の5時9分です。よろしくお願いします。進行おじさん終わる瞬間見逃した。 いや、普通にバツって切れるだけだよ。あのバンだもん。すぐバンになる。別にあんなもん見てもしょうもないよ。暇つぶしだよ、ただの。みのむしさんいらっしゃい。はいよー、いらっしゃい。悩みの根源はやっぱり欲から来ると思ってて、やっぱりね、その欲はエネルギーだから、うまく転換できないと自分を苦しめるよな。欲っていうものとどう向き合っていくのかっていうのが人間の課題だと思うんだよね。例えばそのね、ご飯を食べたいっていう欲求をさ こう断とうなんてしたら死んじゃうわけですよ。だけどその欲っていうものをポジティブに捉えてほどほどにしていけばさ、まあご飯おいしいなとか幸せになっていくわけじゃん。でもやっぱりその食べるっていうことがずれちゃうとさ、なんか過剰なダイエットしたりとかさ、過食になっちゃったりとかさ、するわけでしょ。だから欲のコントロールがすごい大事だと思うんだよね。欲をどうやって抑えていくのか、どうやって向き合っていくのかとか。あと、その変な逆らい方をするとやっぱぐちゃぐちゃになるからね。ギャンブルか。
ギャンブルで俺は稼ごうっていう人の考え方がよくわかんないから、絶対に仕事にならないと思ってるのね。絶対に仕事にならないと思ってる。あ、フォローありがとうございます。多分、アマモちゃんからだろうな。どうもどうも。あ、この人か。あ、ギャンブルでその生計を立てようとしてもさ、絶対に無理だと思うの。その中には超幸運者がいて、その負けるって分かってて、つうか遊びはお金かかるじゃないですか。キャバクラ行くのにも、ディズニーランド行くのにも、釣りをするのにも。で、俺ギャンブルの人が大丈夫かと思うのが、仕事だと思ってる人がいるんですよ。俺はこれで食ってってるとか、いくら儲かったとか、俺ね、ギャンブルをそう考えるのってすげえ、なんかお金を使いに行ってないんだって思うのがちょっと微妙。あそこは遊び場であってお金を使う場所なんだけどな、みたいな。だからそれがずれちゃうと、なんかその、これ仕事になるんじゃないかとかになっちゃうと、ダメなんじゃないかなと思って。メガホンありがとう。大事ですね。ポジティブに物事を捉えるっていうのはすごく大事で。結局ね、コーヒーが美味しいと思うかまずいと思うかは、捉え方だもんね。規制、何の規制？ 2 月1日から何の規制の？内容がわかんない。コインチェック問題寸前に全額日本円に変えてラッキーだった。ああ、そうだったんだ。生き方が下手なんだよね、僕。じゃあ、上手くなればいいじゃん、生き方が。上手くなればいいじゃん。あ、パチスロ規制なんだ。へえ。でもね、パチスロ規制だって言っても、パチンコを規制して、スロットを規制してって、日本は繰り返してずっとやってきたから、あんまり意味ないと思ってるけど。ああ、どうもどうも。クリオネさんいらっしゃい。フォローありがとうございます。噂だけは伺ってますよ。お名前と噂は聞いてます。アマモちゃんが大ファンみたいで。 どうもどうも。和道です。でもまあ、多分カジノが出てくるから、カジノの利権に取られるんじゃないかな。出勤ダメで入金 OK ってもう狂ってるよね。それはもう機能してねえよな、確かに。噂にとどめておいてくださいませ。あ、わかんないっすね。見たことない人は、噂を聞いてる状態なんで、はい。僕は人の配信見に行かない人なんで、もしよかったらお付き合いできればと思いますけど。出玉規制っていうのがあるんだ。まあ、民間がやってることに国が関与するのはどうかと思うけど。大体そのパチンコなんかもう、今現時点でダメになってる産業なんだから、ダメになってるものを叩いてもしょうがないと思うよね。もう今現時点でパチンコ屋なんかガラガラでしょ。別に人入ってないでしょ。いや、そもそもね、俺ビットコインの問題っていうのはそこじゃないと思ってて、本当に世の中を変えるようなツールだったら使われてるはずなの。コンビニでこうビットコインピッてやったらお買い物便利だよねとか、海外に行ってる人がビットコインで月に100件ぐらい使ってるとか、これで人生が変わったとかならわかるんだけど、ビットコインって儲かる儲からないの話しか聞かなくて、実際に使われてる事例っていうのがほとんどないわけですよ。つまり、投機目的になってると思ってるの。お金が儲かるからただやってるだけ。これが一番問題がある。別にね、今ビットコインに参加してる人って牛だろうが、昔あったんだよ。自分のブランドの牛を作ろうっていう投資とか。だからそういうのと変わらないと思ってて。なんかトウモロコシが儲かるとかさ。そういう話でしょ。だから、
そういうところに首を素人が突っ込むもんじゃないのよ。あ、投機っていうのはプロがさ、してって言ってさ、金融とか強かったり投資とか強いやつがさ、バン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 やってるわけだから、素人がね、そうやって首突っ込むもんじゃないと俺は思ってる。痛い目見る。レバレッジなんかかけてやるもんじゃないし。要はなんかよく言うじゃん、なんだっけ、ビットコインの担保になってるやつ、なんて言うんだっけな、なんて言うんだっけ、ビットコインはなんだかんだって言うじゃん。なんて言うの、誰かわかんない用語、ビットコインのその通信のやり方みたいな、なんつうんだっけ、名前が出てこないな。ブロックチェーン、ビットコインはブロックチェーンなんだよっていう人はいっぱいいるんだけど、ブロックチェーンって何なの多分ね、これを説明できない限りビットコインに手出すのは俺愚かだと思うよ。ブロックチェーンって何って話でしょ。わかんないものに手出すっていうのは俺はすげえなと思うけどね。そう、ブロックチェーン、ブロックチェーン。やめてないですよ。先っぽいらっしゃい。なんで？やめてないよ。全くわからないじゃん。ブロックチェーンが何なのかわかんないのに、ブロックチェーンっていうのを言うのとかって、俺はすげえ滑稽に見えて。だから、なんだろう。世の中が変わらないものってことは、その、世の中に必要のないものだと思ってて、俺今のところ日本にビットコインは必要ないと思ってるんだよね。ビットコインで生活変わる人がよくわかんない。できたの見せてくださいね。ああ、もちろん、ああ、でも俺の商品じゃないから、指輪はね、今2件来てるんですよ。確定して契約してんのが2件なんだけど、それ商品だから、だから、まあ、金梅さんから依頼が来てるから、金梅さんの放送で見ることになるんだ。一応ツイッターとか、ツイッターにアップしないだろうな。今回依頼が来てるものだから、俺のものっていうよりも、うちの商品ではあるんだけど、どちらかっていうと金梅さんのものだから、見てみたい。わかった。じゃあツイッターに、まあ、完成した商品、ああ、いや、あげないあげない。あ、ちょっとごめん。無理だわ。やっぱ金梅さんの放送でってなる。ちょっとね、契約の関係でいろいろあるから無理だわ。やっぱ先に見せるの無理だった。素敵だったらお願いしたいので。いや、今回素敵っていうものじゃなくて、あの、うちでデザインするっていうよりも、その各配信者からこういうものを作ってくれって言われて、うちはそれを作るっていう業者なのね。どちらかっていうと、要はオーダーだから、その金梅さんが欲しいものを作るっていう感じだから、だから逆なのよ。先っぽがこういうものが欲しいんだけどできるって言って、できますよできませんよっていうのがうちの売りだから、あの、うちで出すブランドっていうのはまだ先よ。うちのラインナップとして出すのはまだ先。うちはオーダー制なのよ。あのね、正直言うとね、あの、素敵どころじゃないよ。あの、すごいよ。銀の世界30年やってる人だから、あの、芸能人のブライダルリングとか作ってるような人だから、めちゃめちゃすごいよ。あの、物はめちゃめちゃいい。うん。スーさんいらっしゃい。一緒かもつけられるけど、結局ね、ダイヤとか入れれば入れるほどお金がかかっていく。高くなっていく。だから、それは予算との兼ね合い。要はね、あの、うちの売りっていうのは何なのかっていうと、ワドっていうブランドは、例えば女の人だとさ、あの、7号とか置いてるんだけど、指の極端に細い人とかいるじゃん。5号とか。ああいうのって置いてなかったりするでしょ。指が細いとか。だから、そういう人向けに特注で作ることができるっていうのと、あと、その、まあ、一般で売られてるものってやっぱり無難なものだったりするから、もっとこういうものが欲しいのにっていうのに、その、ワックスって言ってさ、その一個一個細かいところオーダーに応えることができる。世界で一個のものを作ることができるっていうのがうちの売りだから。おお、全然久しぶり。そう、うん、楽しみにしてて。
だからまあ、金梅さんの商品、金梅さんのところの包装に移って、金梅さんと同じのが欲しいっていうのだったら、全然それは対応できるよ。ああ、金梅さんがつけてるやつ私欲しいんだけど、とかはできるけど、多分ね、女の人は欲しいと思わないと思う、今回作るのは。それはまあ、見てのお楽しみだね。見てのお楽しみ。多分爆笑すると思うよ。あ、元気元気。元気だよ。どちらかっていうとネタ要素が今回強いかもしれない。本当はね、うちのラインナップ女性向けの可愛いやついっぱい作りたいんだけど、ちょっとオーダーがいっぱい来てるからね。私は軽うので全財産から素材までをね、軽うのデザインね、デザインから素材まで、あ、うちも全部できるよ。金プラチナ、シルバーでピンクゴールドとかピンクシルバーとか、いろんな種類のシルバーがあるんだけど、そういうのも全部対応できる。デザインも全然できるよ。っていうか、むしろデザインがメインだから、うちの売りだから、できるできる。でも多分値段聞いたらびっくりすると思うよ。その価格でやってくれんのって多分言うと思うよ。自信ありますよ、私は。ブラックプラチナできるんじゃないの？だって日本のさ、その一番の問屋街って御徒町でしょ。で、御徒町で業者で出入りしてるんだから、ぶっちゃけた話、日本のそのメーカーでお金出してできないことはないよ。だって日本一の問屋とね、問屋街でいろんなところで取引してるんだから、できんじゃないの？まだオーダーないし、ね、実際オファーがあったら全然できるよ。なんつうんだろう。問屋で OK が出ればできるから、まあできるんじゃん。ただ、希少なものは値段が高くなるだけで。まあまあ、でも、受注が来てる分を今こなしてる感じだから、今後楽しみよ、俺も。今日もさっき打ち合わせして、夜中に。で、今、なんつうの、刻印で、和道って刻印を最後指輪に打つんだけど、その刻印のデザインの納期とかを打ち合わせしてたんだよね。あと今、依頼が来てる部分をどうやって作っていくかっていう話で。世界の和道だからね。今、カルティエか世界の和道かって言われてるからね、配信会ではね。言ってるの配信者だけなんだけど。
いろんな金属取り扱いたいよな。レアメタルとかって無理なのかな？タングステンとかも扱って、タングステンでジュエリーとか作れないのかな？タングステン好きなんだよね。めちゃくちゃ重たいけど。タングステンのリングとか見てみたいもんな。なんかその辺も調べてみよう。まあ多分難しいだろうな。要はさ、ピンクシルバーとかさ、ピンクゴールドとかさ、金に混ぜ物をするだけなんだよ。例えばそのキル、あのシルバー925ってあれ、何か知ってる？みんな。シルバー925っていうのが何なのか。多分みんながさ、こう指輪とかつけてるのシルバー925って刻印が入ってると思うけど、あれなんだっけ、スターリングシルバーっていうのかな。簡単に言うと92.5%が銀で、でただ銅が混ざってるだけなんだよ。でなんで銅が混ざってるかっていうと、シルバーっていうのが柔らかい素材だから、純銀で作っちゃうとぐにゃって曲がっちゃうから、硬い銅を混ぜてるだけなんだよ。で銅の色ってわかるでしょ、みんな。10円玉の色なんだけど、要はその金属をいろいろ混ぜて色を変えてるだけだから、そんなに難しくないと思うんだよね。まあピンクゴールドとかもそうだし、色合いを変えるのよ。これはね、真鍮のアクセサリーとかも結構作っていきたいなと思ってて、真鍮のアクセサリー結構好きなんですよ。すぐね、色がくすんじゃうからあれなんだけど、真鍮磨けばピッカピカになるから可愛いんだよね。多分真鍮のものなんかあるかな。これが真鍮かな。この銅像が真鍮でできてるんだけど、結構ピカピカになるんだよね。だから要は型を作って、これをシルバーで作るか真鍮で作るかっていうだけだからさ、そんなに難しくないんだ。ピカピカ。真鍮が、いや、めちゃめちゃ安い びっくりするぐらい原価は安い、真鍮は。そのアクセサリーの中で一番安いから、東南アジアとかでよく売ってるね、真鍮は。要は金色なんだけど、ゴールドの代わりなんじゃないの。お金ない国だから金が買えないんでしょう、多分。だから真鍮で作ってるんだと思うけど。この間廃材持ってくのに真鍮は分けてくればって言われた。真鍮はね、金にならないんだよ、多分。いや、持ってくんなってことでしょ。真鍮は安い。原価がすごい低い。あ、シルバーも安いけどな、言っても。アクセサリーとか作るぐらいの重さだったら。真鍮、銅、シルバー、ゴールド、プラチナの順番にただ高くなっていくのかな。まあ銅とかのアクセサリーとかはあんま聞いたことないよね。銅とか真鍮ってすぐもうダメになっちゃうから、光らないからアクセサリーに向いてる素材じゃないんだ。ゴールドとかプラチナとかってなかなかね、くすんでいかないもんね。すぐ磨けば光るし。
全然最近配信やってんの？ニコ生？メインは。腹減ったな。あ、ほとんどやってないんだ。社債配信者の第一人者なのにね。もうニコ生ね、全然面白くないでしょ。仕事忙しい。いや、社債配信者じゃん。通勤の時の。まあまあ、ねえ。やっぱ飽きちゃうよね、配信もね。どうしてサラリーマンは月曜日みんな死んだ顔してんの？いや、会社に行きたくないんでしょ？ 会社に行きたく、食うために働いてんだから。仕事に行きたくないだけでしょ。分かんないけど、そうじゃないサラリーマンもいっぱいいると思うけど。いや、まあ、わかんない。俺、サラリーマンの経験、正社員でやってたの2回しかないから。まあ、向いてなかったな、サラリーマンは。もう多分二度とやることないだろうけど。俺は向いてなかった。生き生きしてるサラリーマンに、いや、そういうふうに見てるだけでしょ。そういうふうに見てるだけだよ。いるでしょ、別に。食うために働く前に笑うために生きろ。いや、まあもういいこと言うね。いや、本当にそうだよね。別にサラリーマンでも幸せな人はいっぱいいるんじゃないの？だ、なんか俺がなんか嫌な考え方っつうかさ、いけすかねえなと思うのがさ、自分で選んでるわけじゃん。そう、サラリーマンをやるっていうこととか、アルバイターになるとか何でもいいんだけど、自分で決めたことはさ、自分で誇り持とうよっていうのが俺の考え方かな。だから自分で決めた道をこれしかなかったんだみたいなことを言うやつは信用できないね。自分で選んだんだから自己ベストでしょっていう。なんで自己否定すんのみたいな。俺だってやりたくてやってるわけじゃねえよとか言う人とかさ、食うためにやってんだよとか言う人いるけど、お前が選んだんだろうみたいな。なんでそんな八つ当たりみたいなことを俺言われなきゃいけないの？たまに思う時あるもんね。俺も俺で自営業とか配信業っていうのを自分で選んだから自己責任でやってるけど、別にサラリーマンもそこは自己責任でしょみたいな。自分で就職活動して自分で選んだんだから、なんかやらされてる感を出してくるやつとかあんまり好きじゃないんだよね。社会に貢献しなさいとかドヤ顔で言うバカがいる。いや、社会に貢献するべきだと俺は思うよ。社会貢献していきたいと思ってるよ、俺も。そう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 、言い訳と正当化はクソだせえと思ってて、いや、楽しいから俺サラリーマンやってんだよねとか、楽なんだよねとか、責任取らなくていいじゃんとか普通に言えばいいのに。そう、なんかその人のせいにすんのやっぱ良くないよね。だから自営業なんかほんと大変だぜ。でもなんでその大変さをさ乗り越えられるかっつったら、好きでやってるからだもん。これでずーっとプライド持って誇り持ってやってんだもんな。だからサラリーマンも別にそれでいいんじゃねえって思うけど。俺一回衝撃的だったのがさ、サラリーマン正社員になってる時に、会社の上司と飯を食ってる時に、なんか、将来どんなことやりたいのって言われて、あ、独立するつもりですねって言ったの。そしたら、その上司がギョッとした顔してて、なんか、僕はそう考えないな、みたいな。それって会社に対する裏切りだよねって言って、え、なんでですかって言って。だって会社に勤めて会社の売り上げ上げて、
やることがサラリーマンの務めでしょうって。会社に勤めてて独立したいっていうのはそのサラリーマンになるべきじゃなくない？って言ってて、はあ？とか思って 何言ってんだろうとか思って。俺正社員になったことあるよ。妻子がいるからとかいう言い訳が一番ダサい。ああ、それすげえわかるな。てか言い訳はやっぱダサいよね、全般。そう、子供がいる、嫁がいる、家族のために、時間がない、お金がないから、学歴がないからとか、もうとにかく言い訳は聞きたくないよね。じゃあ聞くなよって思うよね 独立したいって言って何が悪いんだろうとか思って。別に独立するしても社会貢献になるでしょうとか思って。俺のどこがダサいの？S 公園さん、俺のどこがダサいの？ダサくないでしょ。全然かっこいいでしょ。どこがダサいんだろう。ああ、思考停止っていうか、まあ考えることを放棄してることは多いよね。だから自由になるのって俺は責任と一緒になってると思ってて、自由と責任ってセットなのに、なんか楽したいとか自由になりたいって日本人ってさ、こう適当にやりたいみたいな感覚で自由になりたいって言ってるじゃん。そんな自由でも何でもなくて、俺は自由っていうのはそう束縛からの解放を勝ち取ることが自由だと思ってるから、なんかただだらだら過ごしたいと思ったことは一回もないんだよね。自分かっこいいと言ってる方が言い訳してる人よりはるかにまともだな。いや俺全然自分大好きだから 自分大好きだから。多動力っていう本出したの、ホリエモンが。本読んでねえな。まあホリエさんは一般の人にねなかなか伝わらない価値観だと思うんだよな。あの人天才だからな。普通じゃねえかんな、ホリエモンは。あの人は本当に天才だと思う。天才すぎて叩かれたパティーンだよね。天才すぎて。出る杭は打たれるんだよ。俺、仲間とか友達が多ければ多いほどいいっていうのを俺信用できないんだよね、全然。俺、友達多いのを自慢してるやつ俺ね、信用できない。なんか、やることがあって超忙しいの。で、仲間はできるだけ少ない方がいいと思ってんの、俺は。なんか、友達100人いるとかって、そう、薄っぺらい付き合いをしてる人が100人でしょうっていうふうに思っちゃうから、俺は仲間とか信頼できる人は1人か2人ぐらいでちょうどいいと思うんだよ。なんかそう思わない？友達100人できるかなとかクソくらいだと思うんだよね 友達100人もいらないでしょ。そうね、友達が多ければ多いほどいいと思ってるけど、俺全然そんなこと思わないよ。まず友達が多いやつを信用できないよ。信頼できる人間なんてほんの一握りいればいいじゃんね。なんだろう、なんかみんなが正しいと思ってることは正しいんだっていう、なんか新しい新興宗教みたいじゃない。洗脳がやばいっていうか、なんかそういう、なんかこう宗教ですらないっていうか、もう新、なんつうの、何かをこう信じてるような気がするね。メガホンありがとう。私は同じ価値観の人が近くにいればいいかな。そうだね、もう同意見だね。俺はとにかくね、友達100人いたいとか、1万人友達欲しいとか、あんま信用できない。生きにくいっていうか、なんか多様性を否定してるよね、潜在的に。
なんかいろんなやつがいた方が世の中面白いんじゃないかなと思うんだよね。いろんな考え方とかいろんな価値観があった方が絶対面白い。だからなんかこう、異物を排除しようみたいな考え方あんまり好きじゃないかな。ほったらかして眺めてた方がいいじゃんっていう。ああ、自分の頭で考えられない人間が多い。楽だからじゃん。人の考え方とか、人の価値観で生きた方が楽だからだ。なんか誰かの言ってることを守ることが美徳だっていう文化、俺全然美徳でも何でもないと思ってて、自分で考えて自分で行動できる人間がどれだけ尊いかっていうふうに思うけど、なんか管理されてるように見えちゃう。頭がいいやつとかに管理されてんのか、無意識に管理されることを望んでるのかとか、仕事とかをさ、ちゃんとやってると分かるけどさ、能動的というか自主的に動ける人の方がやっぱ優秀だよね。なんで精神カウンセラー やる気ないよ、精神カウンセラーなんか。全然興味ない、精神カウンセラーとか。毎日何してるか教えて。毎日？最近だと捨て頃の練習で、まあジムに通ったりとか、あと今シルバーアクセのブランド立ち上げてるからシルバー作ったりとか、あと、まあ生放送が、まあ仕事だからメインだよね。あとは、まあ普通にご飯食べたりお風呂入ったりかな。まあ仕事ですね。自分と違う考え方でも自分の考え述べてる方が好感持てる。あ、いや、俺はね、本当にね、考え方違くていいと思ってんの。で、なんか、同調を無理にする必要もなくて、別に普通に違う意見なんだ、ふーんって、あ、そういう考え方なんだとか、いや、俺こう考えるな、こう考えるなっていうのが楽しいんだよね。意見の交換とか。なんでそれ、そう考えるのとか。でも、なんか、こう、違う意見を言ったら反社会的だっていう風に決めつけてたりとか、違う意見言ったら場の空気を壊すみたいなことを言う人いるじゃん。みたいな。じゃあ意見交換する必要ないし、そもそも誰とも喋れなくねえかみたいな。なんか女子高生みたいな会話になりそうだよね。うん、かわいいかわいい。うん、すげえかわいいっつって。でねえって言って。ねえ、違う意見聞けるのは全然俺も賛成だよ。ああ、そうだね。そう。俺は嫌いっていうやつが気持ちいいよね。シルバーアクセはどんなやつ？そのアクセはどこで見れるの？見たいんだけど。あ、今ね、ブランド立ち上げてるからね、まだ物はないよ。で、別にサイトとかショップとか、まだ構えるつもりないから。まあ、俺の放送で、タイムシフトとかで見れるよ。シルバーアクセは。うちのリスナーさんはみんな見てるし、俺のツイッターとかでも、制作過程はこう追っかけられるようにしてるから、もしよかったらまあ Twitter とふわっちと YouTube チャンネル登録してくれれば、この3つフォローしておけば大体俺のことは追っかけることができるから、もしよかったら3点よろしく。 YouTube、 ふわっち、 Twitter、 この3つのフォローね。大体これで俺のことは把握できる。 シルバーアクセめっちゃ好きなんだが、どんなデザインか見たい。今言った通りだね。ふわっち、ツイッター、YouTube をフォローしておけば、デザイン見ることができるから、その3点を、もし興味あるんだったらフォローしてくれたら、見ることができると思うよって。常にアップロードしてるから。で、特にサイトとかを作ってるわけじゃないから、自分で追っかけて。俺は情報発信はしてるから、フォローしてれば見ることができますから
まあ、大体さ、その同じ人間として生まれてなくて、同じ環境で生まれてないわけだからさ、1000人いたら1000人別の考え方とか別の思想を持ってるはずなのにさ、なんでこの1000人同じような協調性が、協調性っていう言葉が俺大っ嫌いなんだよ。俺小学校の頃さ、右向け右って言われた瞬間さ、200人ぐらいがザッて向くの怖かったもんね、あれ。みたいな。命令されて動くの？みたいな。何これ？と思ったもん。前へ習え。右向け右。北朝鮮ですか？みたいな。PTA で異論を唱えるとすぐのけものにされる。すごい面倒。PTA やめればいいんだよ、そんなの。すげえやだな、それ。え、北朝鮮みたいじゃない？北朝鮮みたいじゃない？北朝鮮マスゲームとかさ、軍隊すごいじゃん。ザッて。協調性って意味違うの？なんか右向け右ってザッて向くじゃん、日本人って。あれ、アメリカ人とか見たら同じなんじゃないの？子供欲しいとかないし、俺とのんちゃんには子供生まれないから。だから、別に、まあ欲しくなったら養子をこうもらうとか、なんじゃないかな。今のところ考えてない。自分が食うのに精一杯だから。特に子供欲しいとか思ってないけど。北朝鮮ね。すごいよね。戦争になるんじゃねえかな。どうなんだろう。なんか戦争になりそうな気がするんだよね。特にないかな、子供欲しいとかは。考えたことないね。子供って作るもんじゃなくて授かるものっていう印象だから。戦争になったら一緒に特攻しよう。ああ、まあでも日本のためにね、何ができるか分かんないけど、戦うよ、俺は。戦争になったら。できることならね、まあ俺をね、俺に何ができるかって話したけど、役に立たないで、逆になんか日本に迷惑かかるんだったら、あれだけど。俺は日本好きだからね。あいつら YouTube の再生回数のためにミサイル飛ばしてくる。独裁国家だからな。まあ資源がない国だからしょうがねえよな。貧乏だからな。もともと韓国と同じ国だとは思えないよな。和道が次の総書記やればいいよ。いや、俺は誰かの上に立ちたいとか、国を統治したいとか、政治でどうとか、全然考えてない。全然考えてない。そうじゃなくて、こう身近にいる人と笑顔で幸せになることの方が大事だと思ってて、そののんちゃんととか、X さんと仕事うまくいく、たくみさんと仕事うまくいく、リスナーさんと笑顔で楽しく毎日過ごすっていうのが、なんかね、結局ね、ま、身近な人間を幸せにすることもできないやつがね、国のためにいいことができるとは俺は考えてないの。身近な人間を笑顔にすることもできないやつがね、国民を幸せにすることなんかできるわけねえんだよ。だから俺はなんかそういうのはあんまり期待してないね。
自分のテリトリーというか自分の手の届く範囲内でできることを精一杯やるやつが好きだから、うん、守る人間が増えるほど自然と上に行きたくなる。俺ね、上とか下とか大っ嫌いなんだよないそういうの、人の上に立ちたいとか。まず上か下かっていうその考え方がよくわかんない。その同じ人間で早く生まれて年が上です、だから偉いんです、はぁ、はぁって感じだもん。もうそれ何の宗教みたいな、うん、よくわかんない。お金持ってるからあなたよりも偉いんです、はぁみたいな、そうですかみたいな、あなたとは全然会話になりませんって思っちゃう。俺儒教でもなければさ、資本なんつうの、拝金主義者でもねえから、なんか誰が偉いとかないと思ってんの。そうそう、他人と比べると疲れちゃうから、だからそういうのから解き放たれた人っていうかさ、自己責任がちゃんと終えてて仲間がいたら、まあ、数が少なくてもそれでさ楽しく過ごせればそれでいいと思ってるから、誰かの上に立ちたいとかないよ、全くない。とにかくこう周りが幸せになるようにこうなんかこう楽しく過ごせればそれでいいかな。そっちの方が全然大事なことだと思う。のんちゃんがニコニコしてて、これ以上幸せなことはないよ。まずその多分ね、全然ね、俺ね誰かを守ろうとしてないんだと思う共存していこうとは思うけど、誰かを守るっていうのがよくわかんない。依存はダメで共存がいい。周りと周りうまくいかなくなった時どうするかな。周りのことだから俺には関係ないっていうだからその周りは別世界だと思うから、うん、自分ができることをやるよ。周りって誰よ。周りって自分の幸せの価値観は自分で決める。俺は何だろう、飯が食えてる、衣食住が整ってるとか、恋人がいる、友達がいる、もうこれ以上幸せなことはないと思ってる。これ以上何も求める必要がないでしょあ、まあ、いや、その仕事っていうかそのやりたいことがあるとかも大事だけど、まず基本的に飯が食えてて衣食住があったらで空気が吸えるとかで全然幸せなんだけど、タバコの本数やばいね俺ほんと。1日2箱ぐらい吸ってるかな今。ヘビースモーカーだよ。幸せってそういうことだと思うんだけど。フォローありがとうございます。ありがとう、これからもよろしくです。電気が通ってるとか水道が通ってるとかで全然幸せ感じるんだ。いや健康もすげえ幸せでしょ、うん、本当にそうだよね、うん、いやめちゃめちゃ幸せだよな。ホームレスだったからね、生活保護者でもあったし、だから多分その普通の人よりもなんかずれてるのかもしんないね。
ご飯おいしいとかすげえ幸せだもんね。ご飯食えるわーとか、ベッドで寝れるっていうだけですげえ幸せだから。なんか別にこれ以上ね、ないぐらい幸せだよ俺は。超ラッキー、ラッキー面だよ。彼女もいるしね。合社っていうか、まあ世界のことはさ、ちょっと分かんないんだけど、日本だけでこんなに文化が進んでる国で、先進国で自殺者が3万人で、 WHO の統計でいうと10万人いるっていうのはちょっと嫌だなとは思うけどな。あと、ホームレスがいるとか。なんか、それどうなの？みたいな。それ、同じ世界に住んでて、同じ国に住んでて、で、自殺者がいるっていうのはすげえ悲しいなと思ってて。なんか、そこをテコ入れしないと、ダメだと思ってるかな。そこは絶対どうにかしないとダメでしょ。自分で自分の命絶つとかもう一番悲しいかんね。一番悲しいでしょ。もうこの国に希望はないとか、自分の人生を自分で絶つってさ、一番なんか悲しいことだと思うけどね。俺、自殺する生物っているのかな、他に。犬とか猫とかライオンとかで自殺ってあるのかね？猿とか。多分ないと思うんだよね。絶対ないでしょ。あんのかな？なんか、すげえ狂った状態だと思ってるね。多分ないよね。だから、生物の本能を超えちゃってるような異常事態が起こってると思ってんの。そう、生きるためっていうのがよく、いや、だから生きることが死ぬことよりも辛くなってるから自分で死ぬことを選ぶと思うんだけど、そんなことってあるの？みたいな。いや、まあ欲が深いのか何なのか分かんないけど、なんかそんなの狂ってるよなって、すげえ狂ってる気がする。まあ、想像も絶するような目にあったんだろうね。のんちゃん、カキピーってまだあんの？ちょうだい1個。腹減った。でも俺はね、のんちゃんと付き合って1年経つけどね、何が嬉しいかって、のんちゃんが自傷行為をしなくなったからね。1個でいいよ。それが何よりも幸せだよ。直した。 付き合った頃は大変だったけど、のんちゃんは強くて優しくなった。いい子になった。いい子に。
あ、そうだね、家も破壊されてたしね。いや、あれ本当にすごかったよ。仕事してる時に DM な LINE なバンバンかかってきて、なんかおかしいなと思って、で昼休みに その電話かかってくるからパッて電話した。のんちゃんが、のんちゃんがってリスナーさんが騒いでて 何っつったら、のんちゃん今大変なのっつって、今すぐ行ってっつって、そうそうそう、捉え方だよね。いや、柿の種ばっかり食ってんだよな最近。これはうまいよ。柿の種ってどれくらい前からあるんだろう。あ、引っ越しはちょっと考えてるけど、更新しちゃったかな。しばらく、まあ、あと1年半ぐらいは考えてないかな。いや、だからね、もうね、種派、ピーナッツ派っていう議論が意味が分かんなくて、柿の種が好きだっつってんだから、両方で柿の種なの。派閥なんかねえよ、みたいな。ピーナッツ食いたけ、ピーナッツ美味しいっつって、ピーナッツ買うんだよ。せんべいが好きなら、せんべい、これを買うんだよ。柿の種が好きだっつってんだから、派閥なんかないんだよ、この中に。でもどんな人間か分かるね、ちょっとね。ただ俺はその対立はしてないよっていう、共存してるよって。恋人とか家族って自立と共存だからすごい難しい。そう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 、そうなんだよ。自立ができないと共存できない。すごくいいこと言ってる。そうね、依存をしたらダメなの。まず自分の生活を自分で成り立たせないと、他人のことは幸せになんかできないんだよ。もう認識いらっしゃい。亀田製菓。全然まね、昔も古い付き合い。野菜配信者だった。もう古いよ。配信者長い。ネット民だ。あれ、俺全然とどこで会ったんだっけ？2回くらい会ったことあるよね。あ、全然とどこで会ったんだっけ、俺。覚えてねえな。バー。暗黒の企画？
なんだっけ、全然覚えてねえな。もう一個ちょうだい。新宿の店とライブ、あれか、エナタヌのライブ。エナタヌライブってエナタヌかだよね。2回だよね確か会ってんの。そうだよね、エナタヌだ。死ぬまで生きろ、あー面白いね。死ぬまで生きろ、なるほど。そうそう、もう要はね、お迎えが来るのはね、自分で考える必要ないんだよ。ほっといても死ぬからっていう、絶対死ぬからだから自分で死ぬとかをどう死にたいなんか選べないんだから。だから生きることにだけ集中すりゃいいんだよ。どうしとったら勝手に死ぬんだから。思うけどさ、60、70になってきたら死受け入れられると思うよ。もう散々生きてきたんだからそろそろいいかなみたいな、飽きてきたわってなるでしょ。ゆっくりだけど、ゆっくり迎え入れられると思うんだよね。だから永遠の命なんか怖いもんね。ずっと若いままで、ずっと永遠の命で、ずっと健康でいて、ずっと永遠に生きるって怖えよ。なると思うけどね。なると思うよ。だから俺は永遠の方が怖い。なんか100年ぐらいだったらいいけど、100年を100回やってください、1万年で、それを1万回やってください、はぁ、みたいな苦痛。怖くない？100年を100回やって、1万回やって、それを10万回やるみたいな、怖え。無駄なんかないよ。無駄なことなんか一個もないよ。全部経験。ないないない。そうそうそう、全部経験。失敗も成功も全部経験。入金っていうか、俺ビットコイン反対派だから、ビットコインなんかやる必要ない。俺楽して金儲けようっていう根性がでっきないなんだよ。
そんなものない。楽して金が儲かるなんてない。いや、ないでしょ。楽して金儲けようなんか。絶対間違ってる。もうカピーない。もんじゃ食べたい、ちょうだい。知らないよね。いや、わかんないよ。それがうまくいくか、儲かるかもしんないし、儲かんないかもしんないけど、その、楽して儲かるって仕事じゃないでしょ。楽して儲かるのは仕事ではないでしょ。俺は仕事をしないっていうのはダメだと思ってるから、うん、いや、変なとかじゃなくて、楽なことなんかねえから、うん、全然チェックできてなかった。コインチェック。面白いね、それね。うん、本当だよね。汗を流すか頭を使うかだよ、うん、おはよう。いや、ゆっくり盗まれたわけじゃないでしょ。一気に抜かれたんでしょ。ゆっくり抜かれたわけじゃないでしょ。一瞬でパッて抜かれるんでしょ。でもすげえよな。580億盗むぐらいの凄腕のハッカーがいるってことでしょ。どんな気持ちなんだろう。今何やってんだろう。その580億盗んだやつは一人なのか。俺そいつに話聞いてみてえわ。そいつに興味ある。内部の人間とかじゃないのかな。そいつはどんなやつなんだろう。てか思うんだけどさ、コインチェック被害者だね。
なんかその眠財団っていうのが動いてるんでしょ？捕まえてやるって。へえ、あれ愉快犯なのか。はい。 いくら入れたの？いくら入れたの？あ、買ってたんだ。まあ、ハッカー愉快犯だろうね。4万なんかパチンコ負けたと思って忘れんのが一番いいんだよ。笑ったよっつってネタだよ、ネタ。酒がうめえっつって、そういう時に人間性出るんだよ。セフィラ400万も入れたの？本当に言ってんの？ネタじゃなくて。全然それは、いや、コインチェックでやられちゃったよっていうのが粋なんだよ。そうそう、楽しもう楽しもう。400万、リップル？え、なに？セフィラ出金できないの？ 400 万。だから俺に400万花火投げとけよ。花火投げた方がいいんだって。花火をボンって1000円投げとけやさ。だ、言っただろ、ビットコインじゃねえぞって、花火だぞって。あ、リップルも出金できないんだ。なんでリップル関係ないんじゃないの？ リップルはだから間接的に被害を受けてるだけだよね。そういうことでしょ？要は、そのリップルも取り扱ってて、その1個のビットコイン盗まれたから、ちょっと会社の経営上まずいんでって言って封鎖してる段階でしょ？巻き添え食らってるんでしょ、リップルって。めちゃめちゃ被害じゃん。関係ないのに出勤できないとか、クソ腹立つよね。どういうことってなるよね。他の取引所もやってんだ。移すことはできんだ。いや、バカくせえよな、本当に。コインチェック全員、ああ、口座に入れてたから全部引き出せないんだ。何なんだろうね、それ。4万か。4万は笑えるけど、400万は笑えねえな。まあ、移したいよね。いや、まあ、ビットコイン。やらないで、ああだこうだ言うの嫌だから試しにやってみた。俺1万円ビットコイン買ったけど、バリューっていうサイトを始めるために買ったのよ。で、なんか塩漬けしてるっつうか、まあ、なんだかよくわかんないから、そのままほったらかしてるだけなんだけど、20万、800万、暴落400万、倒産0円。すげえな。20万から800万までしたんだ。で、いいじゃん。戻ってきたらもう、引き出して遊びな、しばらく。頭おかしくなっちゃうよ。20万が400万になってんだから、大勝ちじゃん。撤退撤退。タイミング、いや、だから俺は170万の時に、あ、じゃあバリューやってみるわ、つって1万円入れたの。
そしたら次の日か、なんか260万まで上がって、で、何これ？っつって。これハマる人出るよね？っつって。で、年明けたら170万に戻ってみたいな。なんだこれ？みたいな。これ通貨じゃねえよ、みたいな。なんでこんな変動すんだよ、みたいな。戻る可能性ゼロなの？リップルだったら戻んじゃないの？はい、トト、おはよう。いや、だから別に儲けようとか言うんじゃなくて、そのバリューっていうのをやるためにはそれが必要だったの。いや、増えたら楽しいでしょ、増えたり減ったり。だからゲームとしての面白さはわかるんだけど、商品としての価値はないって言ってんの、俺は。わかるよって。だから、その投資でも何でもない。あれ、パチンコと一緒なんだから。パチンコ打っても世の中変わんないでしょって。だから本気でやるもんじゃねえっつってんの。運ゲーなんだから、ただの運ゲーだから。ギャンブルでしょ、あんなの。ただのギャンブル、賭博だよ、あれ。賭博、合法賭博だよ、ただのでっかい賭場なんだからさ。あと、ビットコインのタチが悪いなっていうか、やってて思ったのがね、1万円が100、入れたとしても170万で表示されるじゃん。それが220万って書かれるじゃん。あれ、自分のお金だと思い込むんだよね。金融リテラシー強いやつだったらわかるけど、利確した段階で自分の金になるの。で、ただ預けてるだけだから、別に数字が増えようが減ろうが、利確してなかったら何でもないからねっていう。いや、賭博だよね、本当に。おい、久しぶり。850億盗まれる。許可下りてない。出金できない。入金だけできる。無理ゲー。いや、戻ってきたら棚ぼただと思っても、金引っこ抜いて、まあ大暴落するだろうな。初見さんいらっしゃい。いや、だから賭博として楽しんでるんだったらいいんだけど、なんかビットコインで人生変えるっていうのは危ねえと思って。すごいこと言われた。ビットコインで人生変わるってどんだけ薄っぺらい人生なんだよって。思わねああ、だろうね。だからもう倒産できない原因になってるだけだと思ってて。あ、ミスニャンと同じこと言ってんだ。いや、前から同じ論調だけど、ゲームとしては面白いと思うけど、なんかその人生かけるようなもんじゃないでしょ。ましてや、レバレッジかけるようなもんじゃねえと思ってるよ。まだビットコイン。あ、カオスいらっしゃい。さっきカオス最近来ねえな、っつって。だから言ったの。カオスは送り人になったと。カオスは最近遊びに来ないから、俺が送り出したと。配信から送り人になったんだよ、っつって。フルレバでトレード中なの？アホでしょ？アホ。いや、俺、面白かったよ、さっきのツイート。カオスのさ、ツイッターがめちゃめちゃ面白くて、もう配信やめてさ、ずっとトレードやってんのよ、もうここ3週間ぐらい？ 2 週間、3週間ぐらいもう、だったんだけど、カオスのツイッターがめちゃめちゃ面白くて、ついいいねボタン押しちゃったんだけど、これ？ちょっとキャプるよ、カオス。これがめちゃめちゃ面白くて、月次損益プラス2692円。これどういうこと？とか思って。これ1ヶ月でプラス2600円しかなってないってことでしょ？で、純資産2万ってお前、これニートじゃんとか思って、クソ笑ったんだよね、俺。これはね、リアルですげえ面白い。あ、ガチに勉強してんの。これはね、いいよ。このシリーズは俺定期的に見たいね。これは見たい、これは。
取引所4箇所使ってる？いいレートでやってんの？これって。いや、わかんないけど。あ、そういうことか、そういうことか。そういうことか。いや、トータルでプラス2000円になったのかなと思って、クソ笑ったんだよ、俺。それお前働いた方がいいだろうとか思って。あ、そういうことね。4つ使ってるうちの1個ってことか。なんだよ、もう全部出してよ、全部。全部出して。時間書いてない？時間って何？時間ってなんだろう。時間って何のことだ？時間。はて。まあそうだよね。税務署に目つけられるわな。そりゃそうでしょ。どれのところ行ったらババア来んなって言われた。ババア来るな。ババアだって放送見る権利あるよな。30分で2000円稼いだってこと？え、じゃあめちゃめちゃ儲かってんじゃん。ババアにだって人権はあるって言って、ちょっと被害者の会立ち上げればいいじゃん。ババアは放送見ちゃいけねえのかよ、つって。あ、まあ、30分で2000円だったらめちゃめちゃ儲かってんじゃん。ドレさん54。54。ロリコンだから、あの人。ジジイだよ。そう。ジジイ。だからジジイとババアの醜い争いだよ。ジジイとババアの争いだから。1分で30万稼いでんの今。儲かってんじゃん。儲かってんじゃん。怖くないの？手元狂わないの？それ。だって1分で30万ってことは、1分でさ、30万損失する可能性があるんでしょ？でしょ？マイナスも同じスピードっつうかさ、乱高下で頭おかしくない？ない？不労所得1回もらってたことあるけど、超最高だったよ。超最高だったよ。不労所得1回、1年ぐらいもらってたことあるけど、最高だったね。不労所得最高。でも俺、トレーダーは不労所得じゃないと思ってるよ。だってトレードしてるんだもん。労働収入でしょ。割がいいだけで。いや、俺も無理。俺も無理。頭気が狂うと思う。だってリアル開示でしょ。リアル開示。鉄骨渡りでしょ。鉄骨渡り。だから不動産収入とか不労だし、なんつうの、その特許とかも不労だ、不労、まあ厳密に言うと不労じゃないんだけど、なんつうの、金が金を動かすか権利かの2択しかないと思ってる、不労は。あ、まゆちゃん55歳なんだ。知らない世界に参加する。あ、それはあるでしょ。それはあるでしょ。俺シルバー楽しいもん今。30時間働いてる。物理の法則ぶっ壊してるじゃん。ジャックハンマーの世界じゃん、ジャックハンマー。ついに超えたか。24時間を超えた。あ、40手前か。
攻めてるね。攻めてるね。さすが一回殺されかけた男は違うね。いや、まあ、ヤバゾウはもう、どっぷりでしょ。ヤバゾウはどっぷりでしょ。もう、だって、あれだもん、本気で行くって言ってたもん。いや、命かけてやってるでしょ。本当に。だって、ヤバゾウ来ないもん、最近。人生ギャンブルだな。いやもう、いや、ギャンブルじゃないでしょ。この人たちはもう全突破だから。全突破。ヤバゾーっていうリスナーさんとカオスはもう全突破。まあ、実際荒れてるもんね。どうなの？調子はいいの？ぶっちゃけ。調子はいいの？いい感じ？どんな感じなの？感じだけ教えて。そう、収入とかいくら儲かったじゃなくて。どんな感じなの？今。カオス。感じだけ知りたいね。絶好調。死ぬなよ。いや、そうそう、話題のカオスが戻ってきたの。さっき話してたんだよね。カオスはいなくなったっつって。クリスマスショックから8万溶かした。8万溶かした。クリスマスショックが分かんねえかんな。この世界を覚えれば電波さえあればノマドになれる。なるほどなるほど。あ、もうそれそうなんだ。まあまあ、カオスは大丈夫だよ。金なくなっても死なねえから。カオスは安心だけどね。やらないとわからない世界。まあ全部そうでしょ。やらないとわかんないでしょ。ヤバゾウがどうなるかちょっと興味あるな。ほら、ヤバゾウが8000億稼いだら俺に3億くれる約束してるから。ヤバゾウは8000億稼いでもらわないと困るからね。8000億稼いだら俺3億もらえる約束だから。ちょっと楽しみだよ、俺は。いや、俺あると思ってる。かけてるもん。かけてるもん。張ってるもん。だから俺毎日、ヤバゾウの方向に向かって、お祈りしてるから。ヤバゾウがどうか8000億掴みますように、って。いや、ほんとほんとほんと。まあ今頃命がけで戦ってんだろうな。でもさ、その金融ってさ、ゴールねえじゃん。ゴールがどこなのかっていう。ゴール。だってさ、ぶっちゃけヤバゾウもう数億持ってるでしょ。下手したら数十億持ってるでしょ。多分。もうさ、普通だったらさ、それ人生遊んで逃げ切れるのに、数千億稼ごうとしてるわけでしょ？狂ってるでしょ？ 何を買いたいんだろうな、ヤバゾウは。やめたがゴールなんじゃないんだよね。何を手に入れようとしてんのか知りたいんだよね。そこに関心があるね。まあ、カオスはね、自由を手に入れるためのツールだっていうのは、ニュアンスはわかるんだよ。
もうヤバゾウはね、多分ね、とんでもない世界で多分今戦ってると思うんだよ。ドルじゃないね、円だね。和同通貨出そう。出さねえよ。和同通貨、でもネタで最近言ってたんが、ビットコイン流行ってるから、シルバーで和同コイン作ろうぜっつって 現物 っていう、その和同のメダル作って、今の流行りは和同コインだっていうネタをやろうっていう。シルバーのアクセ作ってるからコインも作れんだよ。記念コインみたいなのあんじゃん、メダル で、和同コインって言って、いや、バカ野郎、仮想通貨じゃない、現物だって言って、とんでもない暴利でやろうと思って。シルバーで和同コイン作ろうか。東京タワー行ってくれば。コインガチャってやるやつか。結局仮想通貨は誰が一番得してるんですか？仮想通貨を最初にマイニングした人間じゃないの？だから、そのリップルを、数億円、その4年ぐらい前なんだけど、数億円リップルを買い込んだ人、お会いしたことあるんだけど、とんでもない金持ちで、リップルが1円の頃になんか数億円日本に入れてたよ。で、その3、4年ぐらい前、リップルこれから来るよって言ってて、ビットコインこれから来るから仕掛けてるんだよねって言ってて、で、その時の相場が4円とかだったのかな、その内輪でやり取りしてる、その取引所を立ち上げるみたいなこと言ってて、いや、取引所なんか権利がどうのこうのっつってたよ。だからもう、なんか、そういう世界なんでしょ。そういう人たちは勝ってるでしょ。ウッハウハでしょ。あれでしょ。ガッチャンってやるでしょ。ディズニーランドに昔あったね。銅板のメダルみたいな。なんか刻印ガチャって入れるやつね。ガッチャ。確かビットコインって総資産額の、9割以上は、日本国内で1000人ぐらいが保有してるから、ほぼその、なんつうの、その1000人の超大金持ちがコントロールできる状態なのよ。ビットコインの9割が、9割の資産っていうのが1000人が保有してる段階なので。この1000人の動向でもう世の中変わっちゃうから、庶民はそこに乗っかるかどうかなんだよ。だからね、インサイダーなんだよ、完全に。数字が見れるかじゃなくてね、その大きい人、大きくトレードしてる人の動向で変わっちゃうから。だから結局コントロールすることは不可能じゃん、庶民っていうのは。ビットコインも株も FX もやり方が一緒だと分かってきた。いや、だけど俺、その空売りってあんの？ビットコインって。ビットコインって空売りできんの？調整もできる。やり始めた中国は撤退した。あるんだ。空売りできるんだったら、まあ全然トレードもできるわな。空売りできないと思ってた。
いやーもうビットコインどころじゃないよカオス。俺ついにマンスリーランキング150位圏外だからね。和銅株価大暴落だよ。アイテム全然飛ばねえ。マジでね、俺ね、もう死ぬかもしんねえわ。ついにプロ配信者廃業だよ。食えねえ、マジで。そんなね、ビットコインがどうこうとか言ってるわけじゃないよ。大丈夫じゃないって、知名度の世界じゃないんだって、この世界。バカありがとう。メガホンありがとう。いやもう、やばいよ、ほんと。超きついよ。もう精神おかしくなるを通り越して開き直ってるからね。マジで。和銅コイン株価上がんないかな。とりあえずミュウツーぶっ飛ばしに行こうぜっつって。 何まだ吠えてんの？いやぶっ飛ばさないけど、一文の得にもなんねえよ。 あんなのぶっ飛ばしても。 金映えに絡んでもらえ。金映えさん、まあ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 ねえ、まあ自分の力でどうにかできない限りもう無理よ。自分の力でこうリスナーさんを獲得できない配信者とかアイテム投げられないのはもう完全に自分の力不足だから、それはしょうがない。なんか言ってたよ、リスナーさんから聞いた。なんかカオスがすげえ和道のこと守ってたよっつって、なんかすげえ戦ってたぞカオスがっつって。なんか企画考えようよ。企画をやる、企画ね、やってるね、余裕がねえかんな、今な。でも配信も力入れねえとな、本当に。あいつコメしたら閲覧湧いてる時だけ。なんだ。すり寄ってこないでってさ。閲覧なんて見てねえし、閲覧は関係ない。どうなんだろうな。なんかもうくだらないから関わりたくないわ。 くだらないから関わりたくない、あいつは。なんか別の世界に住んでる人だから。セゴロの後ホームレスになるかな。まあ、それもまた人生だからな。とりあえず、まあ、アクセサリーと捨て頃と配信と、まあまあ、今の課題をクリアしていく感じだね。一生懸命頑張って。で、まあ、受け入れるよ。ダメだった時も受け入れるし、良かった時も受け入れるよ。そうやってきたから、今まで。東京来た時、配信外で会ってあげるって言っておいた。いや、会う価値ないよ。人生の無駄だからやめたほうがいい。いやいやいや、そんなことはしないよ。炊き出しビジネスが、俺今 B 型作業所を作りたくて、3年ぶりに社長に会って A 型作業所作りたいって言ったけど、今ね、B 型の方がいいらしくて、500万円あれば1店舗作れるんだけど、3ヶ月後には黒字化できるんだって。で、助成金が1人の人員に対して7000円1日下りるんだけど、工賃として出すのは150円とかなの。だから、作業所500万で B 型作業所作って、キャッシュフローは3ヶ月後ぐらいにはもう、安定するから、仕事を取ってくれれば全然その社会貢献にもなるよって言われてて、だから B 型作業所はまあやりたいなとか思ってるんだけど、これ閲覧とかいらないし、売名とかもしたくないから、見えないところでやっつける。 まあまあそうだよね、カオスは。ていうか配信やってないじゃんカオス。 そうそうそう、福祉の作業所。俺自身がそのね、障害持ってるから、なんかその自分が関心あるのが、そのホームレスっていうの、生活保護っていうのと、
作業所っていうのはもう人生で切り離せないテーマだと思ってんの。だからそこのなんか課題みたいなものはクリアしたいなとか思ってて。おお、すごいじゃん。いいね。なんだろう、やっぱ体験から、原体験から来るものっていうのは大事だと思ってて、初心みたいな。やっぱ俺は4年前、1回死んだ男だと思ってる。4年前じゃない、5年前か。野田コインいいんだよ。野田コインはもうダメだ。ダメっていうかね、俺がビットコインに飽きちゃったんだよね。悪い。もし責任取れって言うんだったら、俺が、持ってるビットコインで買い取るよ。あれだったら。原資に使いたいんだったら。あれ、いくらで買ったっつったっけ？野田のバリュー。あれだったら俺買うよ。売りに出してくれたら。責任取れって言うんだったら、俺野田のバリュー買い取るよ。バイナンスって何？バイナンスが何なのか分かんない。大丈夫？いや、なんか悪いなと思って。バイナンスって何？草コインが100種類以上ある。マジで？ ていうかさ、そのさ、俺さ、意味が分かんないんだけど、そんなにコイン作ってどうすんの？あ、フォローありがとうございます。キングさん、よろしくお願いします、今後とも。なんなの？草コインが100種類以上あって。じゃあ、俺ね、カオスね。いや、いいんだけど、別に、いいんだけど、言わせて。あのさ、ビットコインで実際に買い物してるやつとか見たことないんだけど。競争のフッテージ？何言ってるかわかんない。何？どうしたの？ルー大柴みたいになってるけど。何？ バイナンスとかフッテージとか何？ルー大柴みたいになってない。どうした？俺の知ってるカオスじゃないぞ。変わっちゃったよ、カオスは。ヨーロッパではビットコインでコーヒー買えるぞ。だからここヨーロッパじゃないから。ここヨーロッパじゃないから。半袖半袖。半袖にアイスティーだよ。アイスジャパニーズティー。まあ、ビッグカメラだけじゃん。ビッグカメラだけでしょ？違う。ビッグカメラで使えることも使えるよっていうのは知ってるんだけど、実際使ってる人を見たことがないっていう話よ。いや、物々交換全然ありでしょ。物々交換よりもね、気持ちで動くっていうのはすげえかっこいいと思ってるね。気持ちで動ける男になりたいね、気持ちで。もう、経済の根本に立ち返るっていうか。気合。あくまで投機目的でしょ。だから俺はいつか破綻すると思ってんの。要は、J コインとか、そういうもの？要は、フェリカとかあるじゃん、ソニーの。こういうさ、電子マネーとかと組み込んで世の中が変わりますとかだったら投資価値があると思ってるんだけど、市場は今、投機目的でなってて、バブルになってるだけだから、いつか冷めるか崩壊するっていうのが俺の考えなのよ。で、そんなに遠くない未来だと思ってんの、俺は。ぶっちゃけた話すると。あれって気づくような気がするのね。で、なんでかっていうと、日本国内においては、ネームバリューでビットコインっていうワードを知らない人がいないんですよ。で、今参入して、知らないでやってないっていうことは、もうやらないそうなの。
つまりシェアを取り尽くしたと思ってんの。参加者を取り尽くした状態で、このラガードって言われてて、情報を知ってるのに参入してこない人が入ってくるっていうのは、信用が高いものにしか入ってこないんですよ。この人たちは新しいものが嫌いな人たちだから。だからみずほ銀行とかゆうちょとか、そういう国でやってるとか UFJ がやってるっていうのだったら参入すると思ってるんだけど、あの今の現状でそのビットコインっていうのは中で今参加してる人たちのババ抜きゲームになってるから俺は怖いと思ってる。うん、そう、国や中央銀行、要はね、通貨発行権っていうのはその成功した事例っていうのはないんだよ。そう、だから投機だよ。お金が欲しいから、要はお金が儲かるためにやってるから、要はビットコインじゃなくても牛でもいいわけ。昔流行った牛とか、なんつーの、ホテルとかゴルフ券とかと一緒に見えるの。俺の考えね、これは。そう、だから危ないっていうのが俺の考え方。だから儲けるだけ儲かったら撤退するべきなの。うん、株とか FX と根本的に違うの。要はね、どういうことかっていうと、企業が守る必要ないんだよ。うん、そのビットコインとかを守る理由がないの。担保になってるものが弱すぎるっていうのが俺の考え方。みんな知らないかもしれないけどさ、仮想通貨って言ってるけど、パズドラとかで買うじゃん、アイテムを。その時に仮想通貨なんだよ、あれも要はサイトとかでフワッチとかの花火とかも仮想通貨なんだよ、フワッチポイント。そうだけど、そのゲームとかだったらゲーム内で使える通貨ですよ、仮想通貨ですよとかわかるじゃん、アイテム買えるゲーム内でとか。国に依存しないお金、脱税、ロンダリング、闇金、送金。そう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 、それに使えるっていうのは分かるんだけど、マネーロンダリングとか脱税とかに使えるけど、マネーロンダリングする金なんか持ってないもん俺マネーロンダリングしなきゃいけない金を持ってない。うん、仮想通貨の手数料とかで儲けてる会社もある。いや、だからそれが取引所でしょ。それが取引所でしょ。で、あとね、そのビットコインって手数料がかかりすぎるって問題があるの。要は、ビッグカメラとかで買えるけれども、手数料が割高なの。あと、その仮想通貨ってデータがどん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 、その、蓄積されていくから、要はビッグカメラとかで買い物するのに30分とかかかるわけよ。ピッ、その立て替えるんだったらいいんだけど、本来の原理でビットコインの仕組みをちゃんと運用してピッて買い物するとすげえ時間かかるの。だから簡単に言うと、例えばスイカにビットコインみたいな機能をつけてビットコインで取引しようとすると、パスモをピッて改札で押したから30分後にゲートが開くようなもんだから、要はトランザクションっていうの、それを、うん、だから実用が難しいんじゃねえかっていうのが俺の考え方。ひどい時は1時間ぐらいかかるんでしょ。そう、なんか決済のシステムとしてそのちょっと難しいんじゃねえかなっていう。でデータがどん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 重くなっていくから、そうだからね、結局儲かるところどこが儲かってんのっていうと、今現状取引所だと思ってんの。パーをどんどん抜いてるから、細かいお金を決済すればすればするほどどん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 ジャリンジャリン入ってくる。でビットコインの一番立ち悪いところっていうのが、そのまあカオスが今分かってると思うんだけど、もう当事者だから、利確するまでは自分の金じゃないのよ本来。 FX とか株とかやってる人だったらよく分かってるんだけど、利益を確定させるか損切りするかでプラマイが出るんだけど、今上がり相場なのね、ずっと
要はビットコインで値が上がり続けてるから、塩漬けをする、要はただこうやってぼーっと見てれば見てるほど一番儲かるっていうのが今のビットコインの現状なのよ。でこれってめちゃめちゃ危ないの。なんでかわかる？上がってて自分の利確してないお金、釣り上がってる状態が自分のお金だって、お金だって錯覚するから。だからどん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 みんなストックするので、自分のビットコインって値を上がるのが参加者が増えることじゃん。だからどん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 このコインいいよ、このコインいいよってネズミコみたいにビットコイン面白いよって広めちゃうの、心理的に。で参加者がどんどん募ってくるでしょ。でも何かの歪みでパンって下がったりとか、事件起きてバンって下がった時、自分のお金が目減りしてるから引き出したいっていう時にはもう手遅れなのよ。だからもうただのバブルを生む兵器だと思ってんの俺は。これね、あのビットコイン設計したやつ超頭いいと思ってんの。要はね、値が釣り上がるようにできてんの、人間の心理的に。半長博士、それとも知識があれば勝てる確率上がるんですか？っていうかね、金融リテラシーがないと無理。うん、要はそういうものに長けてる人たちじゃないと無理だから。だからカオスはさっき勉強をめちゃめちゃしてるって言ったのよ。要はね、その例えばそのサラリーマンでなんだかわからない、金融のこととかわからない、今まで株も FX もやったことない人が入れるもんじゃないんですよ。金融工学理解してたりとか、金融工学っていうかね、そのもっと言うなら人間の心理であったりとか、そのお金のからくり、世の中その大きな金持ちに乗っかるとか、国の流れに乗っかるとか。だからその FX やる人は国際情勢ニュースずっと見てるし、買ってるし、相場を張るわけじゃん、24時間。で株とかだったらさ、もうそれこそニュースとかも見まくったりするわけでしょ。初見さんいらっしゃい、アイテムありがとうございます。うん、まあ一応セオリーはあるだろうね。うん、だけどその相場の流れが変わったらさ、よく言われてるのが、その今通用してるセオリーが3年後通用しないって言われてるじゃん。上がるか下がるか廃炉っていうかね、上がり続けてるから厄介だっていうのが俺の印象。堂本、堂本は取引所に当たるんじゃないかな、大木さん多分。手数料ビジネスをやってるわけだから、ビットコイン自体にその管理してるものはいないっていう風なのがビットコインでしょ、要は。あ、一応財団とかがあるのか。難しいっていうか、だから素人が下手に手出すもんではないと思ってるね俺は。ただ厄介なのは上がり相場、要は今バブルの状態だからみんなが儲けやすいっていうのが錯覚なのね。だってじゃあその冷静に考えてなんだけど、日本人のね、じゃあ知り合いにビットコイン使ってるよ、買い物に使ってるよっていう人手挙げて。知り合いの人ビットコインビッグカメラとかでめっちゃ使ってるとか、一人でもいる人は手挙げて。で知り合いにビットコイン使ってないなっていう人は手下げて。ちょっとこれ付き合って、ビットコイン使ってる、知り合い、自分が使ってる、もしくは使ってないという人手挙げで、いや知り合いにいないなっていう人は手下げてみて。うん、どれくらいいるんだろう。使ってない、アマモちゃん、周りに知り合いにもいないと。買い物、要はビットコインの本来の使い方ね。へって書けばいい、へって書けばいい。手あげるっていうのはのって書いて、へっていうのが手ですね。へで OK。 これなんで今統計取ったかっていうと、への人が多いっていうことは実態としてその使われてないっていうことになるんですよ。使われてないものに200万の価値がありますかっていう話。うん、そう。いや、お金を増やすために使ってるのはいいのよ、別に。つまり、へでしょ？つまり、なんだかわからなくて、なんだか価値のわからないものが今200万円ついてるよっていう話なの。すげえ怖いでしょ。しかも去年60万円だった、その前は30万円だったとか、もともと0円だったものから、今200万を超えちゃってるのよ。で、じゃあ、なんでこれ値段が上がってるかっていうと、儲かるから。値が上がり続けてるから、どんどん儲かる儲かるって参入してきてんの。つまり、新規参入が増えれば増えるほど、
値が上がっていく仕組みなんだけど、日本においてはもうテレビとかビットコインっていうワードを知らない人がいないから、もう参加者がもう来ないと思ってんの。だから値が上がらなくなってきてんの。だから今年から相場が荒れるの。つまり下げ相場が始まるのは今年からなんですよ。だからその下げ相場の中で勝つロジックっていうのは今度投資の勉強をしないといけないから、要は参加者、今いる参加者の中でお金の奪い合いが始まるの。イルミナティとか CIA が儲かる、そんな話してないね仮想通貨の元締めがイルミナティ CIA、うん、っていう話ではないな、うん、違うんだよ、その相場が上がる仕組みじゃないの。要はね、カオスね、俺その情報知らないんだけど、多分カジノとかってお金持ってるな、カジノのオーナーとか。だったらうちのカジノ、全国にある世界中にあるカジノのやつは暗号通貨で使えるようにしましょう。それもともと0円だから、お、なんかそういうの面白そうって言って、草コインが今までビットコインやってた人がこっちに移る。だからわかる。だからこっちの値段は上がるけど、要は草コインがどんだけ増えても、もう新規参入、ビットコインっていう産業に新規参入、要はね、スロットの新しい台が出ただけ。カオス言ってる意味わかる。今回の新台出ましたって言ったら、北斗の拳だったのが吉宗に移動するだけなんだよ。うん。いや、わかるよ。わかる。カオスが言いたいことはわかる。だから、その中で、その、吉宗を打ってる人の中で勝つ人、負ける人はいるんだよ。ただ、今までの、その、草コインっていうのは、要は、新しく生まれて、まだ価値が0円に近くて、これから伸びるって言われてるもの。要は、もう、市場規模、参入する人たちの数は変わらないっていうのが、要はビットコインの全体の市場の今多分60円ぐらい。それはわかるの。そこを言ってるわけじゃないのよ。だけど、さっきの話に戻るけど、まずカジノの ADA っていう仮想通貨も何も日本にカジノないんだよ。だから実態としては日本人使わないから、ただ投機目的で使ってて、さっきも言ったけど、牛でもいいの。要は、モーモーコインって作ろうか、俺が。モーモービットコイン。要は、松坂牛がビットコインになるって言って、その松坂牛がどんどん美味しいステーキに変わって、これから和道ブランドっていう松坂牛を作って、それをビットコインで取引できて松坂牛買えますよって言ったら、何？今の時代松坂牛もビットコインで買える時代かって言って、ビットコインの人がもうやるだけでしょっていうこと。うん。あ、ネットカジノなのね。はいはいはい。そう、俺はそういうもんだと思ってんの。うん。それが俺の考え方ね。だから頭のいい人が儲けるってだけよ、簡単に言ったら。頭のいい人が儲けて、騙される人がいるっていうだけ。仮想だから実態はないよね。うん。でもね、俺ね、ビットコインみたいなものっていうのは、その国とか、その信用のある銀行とかがやったら世界変わるような気はする。なんでかっていうと、その日本ってほら、フェリカの普及を持ってるでしょ？ IC カードの。あの技術を使って日本が仕掛けるべきなんだよ、そろそろ。ただでさえ信用が高くて、こういう、なんつうの、プログラムとかも組むことができる国家なのになぜ仕掛けねえんだって思うよ。みずほと、UFJ と、ゆうちょと、なんか名だたる銀行が提携して J コインっていうのを出すって言ってて。俺はそれ未来あるんじゃないかな。それがその投機的にできるのかどうかっていうのはまだ発表されてないんだけど、実は仮想通貨を仕掛けようとしてるの。J コインっていう。だそれは買ってみようかなとは思ってるけど。それはなんでかっていうと、その、会社、今ある既存のサービス、例えばセブンアンダイホールディングスで全部使えるようになりますよとかさ、ファミリーマートとか全部使えるようになりますよっていうのだと、上がる気がするけどね。でもね、多分ね、それをね、ビットコインみたいな投機の値が変動するものでやらないと思うんだよ。うん。
なんでかっていうと、その人たちは株価上げればいいだけだから、会社としては。だからやっぱ難しいんだよね。日銀とか国の銀行が仮想マネーっつうか電子マネーをすればいいだけだからね。要は紙と硬貨をやめましょうって言って、全部その電子マネーでやり取りしましょう。例えばその UFJ とかが通帳の料金取るようになったんだよね。通帳、紙の印刷代が高いからって言って、今後はそのデータ、通帳紙で印刷する場合お金取りますとかやってるんでしょ。そうだから、パスモとかの、でもそれって別にね、普通の人が最初に買っておくと儲かるっていう仕組みにする必要ないんだよね。なんでかっていうと、値が動くっていうことは使いづらいっていうことだから。だからね、やっぱ通貨発行権をね、その民間が牛耳った試しなんかやっぱないんだよね、長い目で見た時に。だから今バブルだから、今乗っかって勝てるやつと負けるやつが多いっていうだけの話よ。いや、とんでもなく負けるやつととんでもなく勝つやつがいる合法の賭場だよ。合ってるでしょ、カオス。それで。いや、今そういう状態。世界規模で合法の賭場が開かれて、すげえ戦国時代が来てるっていうだけ。で、そこで頭のいいやつは奥掴むし、頭の悪いやつは奥損失するよっていうだけ。そう、今しかできない世界一熱いゲーム、世界一熱い賭場。だから俺はカイジって言ったの。だから死ぬやつも出てくるし、億万長者も出てくるしっていうゲームが世界中で開かれてるっていうか、そう、それが俺の印象。おはよう、バタフライテール。俺はそういう風に思うけどね。激アツでしょ、激アツ。だからもう何にもないっていう、その人生、そのここで一発かけるんだっていう人は勝負張ったらいいんじゃないっていう。おい、岩凸です。チャートの見方とかあって、株も為替も一緒だから役に立つ。ヒゲとかか、ロウソク足とかか。俺はでも怖くて参加できねえな。俺は怖い、正直言うと。正直言うと俺は怖い。取引所には、取引所によって違うんだろうけど、その辺カオスが詳しいんじゃないの。何パーセントそのテラ線払うのかっていうのは。でもね、ビットコインの、その、もう一つ欠点があって、税金なんだよ、日本国内で言ったら。例えば、年収すでに1000万ある人が、ビットコインで例えば100万儲かりましたって言った場合、100万に対して税金かかっちゃって、しかも、半分取られるんだよね。だから、その、投機対象としては弱いっていうのが実はもうあるの。で、株とか FX とかだったら、100万円原資で、100万円原資で50万円に値が下がっちゃった。要は50万円負けましたっていう状態だったら税金取られない。でもビットコインって、FX って100万円かけて200万円になったら100万円に対して税金がかかるの。でもビットコインって近くて、100万円が200万円になったら200万円に対して税金がかかるのよ。0.01% か。価格の 8.8%。だから、その、なんつうんだろう。参加をして儲かったとしても損するし、なんかその、ちょっと税金は優遇されてないっていう。ビットコインで FX できるんだ、今。
そういう部分が弱いんじゃないかっていうのはあるよね。あ、そっか、ビットコイン同士で FX みたいなことができるってこと？ビットコインで普通のドルとかの為替のトレードができるってわけじゃなくて、ビットコイン自体のビットコインからビットコインのトレードで為替ができるってこと？そういうこともできるのか。なるほど。とにかくね、俺はね、ビットコイン、あればかけてってことか。とにかく怖え。怖すぎるね。今は1ビットコインが、しかもそのさっきも言ったけど、その草コインっていうのがもう100種類以上ある状態なんだって。だからもう戦国時代突入してるから、ビットコインの種類がとんでもなくあるのよ。130万なの今。127万だって。カオス今127だって。ビットフライヤーによると127万6千円。怖え。ってことは今買いなんだろうか。だって去年の時260万だったんだぜ。もう半値になってるんだぜ。怖すぎるだろ。あ、そうなんだ。去年、俺が買った時170万で、もう損してるんだよね。で、次の日260万になって、2日後とか次の日とかに。で、大暴落して年末に、今120万なんだ。だからカオスの武器は英語だよね。海外のサイトのデータを読み取れるっていうのは最大の強みだと思う。翻訳機を通さないで。だからカオスは強いと思うよ。英語ができるっていうだけで相当有利だと思う。いや、頼むよ、送り人のみんな。ちょっとアイテムくれよ、少しぐらい。ちょっと。送り人たち、ちょっとアイテムくれよ。俺、今日の収入500円だから死んじゃうよ。36円だよ。ちょっと、俺がこのままだとあの世に送り人になっちゃうよ。36円だよ。俺を送り人にしないで、ちょっと。あの世へ送り人だから、これ。頼むよ、生かして。頼むよ。あ、なんだな、170人になってんな。朝か。大手がみんな終わったのか。おはようございます。皆さんおはようございます。なんとかなるさーっつって なんとかなるかな。なんとかするしかねえよな。厳しいね。石野がいるさ。なんで急に沖縄語なの？ なんでちょっと、沖縄の言葉になってんのかよくわかんないけど。いや、石野も結構今厳しいらしいよ。全然収入減っちゃったって。バブル崩壊ですよ。なんくるないさ。なんくるないくないよ、全然。和同コイン発行しようかな。ガクトもビットコイン作ったんだよね。けんちゃなよって。和同グローブ。祖祖が買ってくれたの。いいでしょう。しかも刺繍入り和道って、こっち側赤文字で和道って書いてある。赤文字でここに和道って書いてあるでしょ。和道ってマイグローブ。捨て頃用グローブ。練習用だけどね。いいでしょう。本革超いいやつ買ってもらった。作りやばいよ。最高級って書いてある。ハンドメイド。
タイのメーカーベヌム、いいでしょう。まだ使ってない、今日使う、今日から。うん、まあまあ配信者のステッカーは草コインだけど、登記取引所がないじゃん、だから転売がないから、だからそのなんつうの、配信者の限定ステッカー取引所みたいなのができたらもうビットコインと同じだよね。バーガーありがとう、トミオいらっしゃい、ハートありがとう、ありがとうトミオ、久しぶり、ありがとう。まあまあでもまあ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 儲かる、儲かるのはいいことだよ、儲けりゃいい。おはようミスケ、風船ありがとうトミオ、ミスケおはよう。ハニーココアフィリエイト、ハニーココが何なのか分かんない、アフィリエイトも何なのか分かんない、アフィリエイトはギリギリ分かるかな、わお、ありがとう。挨拶花火ありがとう。頑張ります。ありがとう、匿名さん。ステマ配信？ステマ配信って何？ありがとう。おはよう。ありがとうね。見た？この瞬間。無から500円が今生まれたんだよ。かっこよくない？たった、裸一貫、喋り一本で500円、無から500円を生み出した瞬間ですよ、皆さん。かっこよくない？これ。これを世に言う。人はこう呼ぶんだよ、このことを。こじきと。人はこう呼ぶぜ。こじき。ビットコインよりすごいでしょ。ありがとうございます。そう。トーク一つで今500円を手に入れた、500円を。こっちの方がリスクあるっつうね。あのね、はっきり言う、ビットコインよりも配信で金稼ぐ方がリスクの塊だから、絶対やらない方がいい、配信者になる方がよっぽどリスキーだから。子供は真似ちゃダメですよって、働きなさいっていう。まあでもね、テルチャンビンみたいにバブルがあるからね、アイラとか、まあ、アイラ昔から稼いでたからな、ニコ生時代から数百万振り込みあったとか余裕でやってたからな。アイラ一体どうなってんだよな、稼ぎすぎだろイケメン、配信界のガクトだと思ってるから俺。アイラも CD デビューとかすればいいんだよね。いや、イケメン、いや、イケメンだから稼げるとか、可愛いから稼げるともまた違うからな。配信、なんだろう。いや、逆に分かってないから答えが出てないんでしょ。分かってないから稼げてないんでしょ。答え分かってたら稼げてるから。俺も探り探りだよね、まあ、正直言って俺は運だと思ってるね。要はもう可愛がられ商売だと思ってるから、和道可愛いって、和道ご飯食べさせてあげるっていう人が何人いるかだと思ってて、そう、可愛がられ商売だと思うよ。和道ちゃんキャワワって言ってくれる人が何人いるかだと思う。もう本当に運だね、人に好かれる運。
一番もらえてたのは、捨て頃の時かな？何月だろう？ちょっと待ってね。捨て頃が6月だったっけ？ネットの王子？ネットの王子の放送見たことないからわかんないな。ごめん。アイラはもう付き合い古いから、どんな配信してるかわかるけど、ネットの王子がどんな配信してるかわかんないわ、俺。付き合いないと見ないかんな。一番稼げてたのは、捨て頃5だね。捨て頃直後2ヶ月だね。捨て頃直後の2ヶ月が一番稼げてた。もうそっからダメ。ありがとう！にゃんにゃん！ありがとう！道場で花火投げてんの？家なき子じゃん。家なき子？ありがとうございます。匿名さん、花火。まあ人気商売だよね。アベマ TV レギュラーとかも天狗になるよ、俺。なんかアベマは金払いめちゃめちゃいいらしいからね。そうだ、アベマ TV のなんかリアル開示の企画、賞金1億円だって。今エントリー募集してんだよな。ちょ、1億円取り行く？アベマ TV で。なんかリアル開示の放送が賞金1億円だって。取り行く？なんか今、前回もね、実はエントリーしてたんだけどね、連絡来なかったんだよね。応募してみようか。後でやっとく、じゃあ。賞金1億円。やっぱ企業スポンサーつけねえとちょっと厳しいもんあるよな。はい、若杖。 番組のかませ犬。いやいや、賞金かっさらわないと意味ないでしょ。なんでかませ犬役やんないといけないの、俺が。やだよ。俺だってヒーローになりたいよ。でもちょっとドレさんの収入の落ち込みぐらいはちょっとびっくりするような。まあ俺ドレさん以下なんだけど、もう何が何だか分かんねえよ。戦国時代すぎるんだけど。ランキング圏外復活しねえか。きついな。あ、ドレさん137位。結構急浮上してるな。やべえな、俺150位から抜け出せてねえんだけど。3370。あ、無理、無理かな、今月。あ、僕が？厳しいな。枕営業するしかないの。枕営業とか全然わかんないけど。俺のボディ買う？誰か。俺の体買う人いる？買いたい人いる？高いよ。200円ぐらいかな。2ビットコインって400万ぐらいだよ。あ、違うか。今120万だから240万で買ってくれんの。買って。2ビットコインで俺人生変わるわ。1年ぐらい働かなくて済むわ、俺。汗水垂らして働いたら、俺が社会に出て働くことは社会にとって損益だと、損だと思うの。俺が働かないことによって経済は豊かになってる気がするんだけど、どう思う？俺が職場にいたらなんか嫌でしょ。
ふわっちって乞食多いなっていうか、ふわっちの配信者は全員乞食だと思ってるけど、俺。ふわっちって乞食をする場所だから、乞食多いんじゃなくて全員乞食だよ。ふわっちで配信してる人。でしょ？俺が職場にいたらちょっと不安になるでしょ？だから俺が働かないことっていうのはいいことだと思う。うん。なんだ、飛行機の音すげえな。だって配信者として能力が高ければ高いほど社会不適合者っていうのが俺の考え方だから、だから動物園でしょ、ふわっちって。見せ物小屋だから、昔で言うところの、優秀な人間は働くし、能力がない人は配信者になるっていう。で、ああ変な動物いるなーっつって見せ物だから。で、そこに餌、どれだけ餌与えられるか勝負だと思ってるから。人気の動物は餌をいっぱい食べられる。人気のない動物は餌を食べられないっていう。ただそれだけでしょ。うわ、でもフォロワー増えてる、嬉しいな。もしよかったら、Twitter とふわっちと YouTube フォローしてください。お願いします。より目赤毛手長猿です。投げ銭すごいからあからさまになってるね。まあもともとそういうサイトだしね、ここは。うん、もともと収入が欲しくてやってる配信者が多いから。だって別に収入気にしてないって言うんだったら、ふわっちじゃなくてツイキャスやればいいからね。うん、ツイキャスやってたら全然、ただで楽しませることできるわけだから。だから収入が欲しくてやってんだよ。俺だってそうだよ。お金欲しいでしょ。ニンビンって何？ニンビン？ニンビンって何だろう？ニンビン。ニンビン。オーストラリア？ニンビン。ニンビンって何だろう？オーストラリアだ。あ、バガーありがとう、チョコンドさん。ヒッピータウンなんだ。あ、超楽しそう。すげえ。ひげもじゃの人たちがいっぱいいる。なんか楽園っぽいじゃん。何これ。行ってみてー。超いいじゃん。何これ。何これ。超いいんだけど。すげえな。ベトナムっぽくない？ちょっと。パラダイスでしょ。何これ。超かっこいいんだけど、街。
何これ？ベトナムじゃないの？ニンビン？オーストラリアの？なんかベトナムっぽいな、俺が見てる画像。いいね。これはベトナムか、俺が見てんの。大麻の村、ニンビン。村なんだ。大麻の村って書いてあるよ。大麻すげえな。大麻だらけだな。ハッピーハイって書いてある。ハッピーハイヘンプス。ハーブスか。ヘンプバー。ブリブリなんだ。住民全員ブリブリな状態。ああ。ヒッピーの聖地。行ってみたいね、こういうところ。なんか人生根本から変わりそうなね、価値観とか。あ、そうなんだ。日本以外も全部ほぼ。はあ、逆にもう日本は突っ張ってほしいかな。逆にもう徹底して100年間ぐらい、もうなんだかもう大麻絶対許さないみたいな。逆に。逆に。なんだろう、JD とかが強すぎるのかな。タバコ産業がライバルなのかな。何なんだろうね。逆に JD とかが大麻取り扱えばいいんだよ。ここまで来たらね、もう徹底して合法化しないっていう謎の突っ張りを見せてほしいよ。変わるかな？どうだろうね。まあ一回吸ってみたいかな。ああ、言ってたね。日本から出てくって。家出だ、家出。あ、なんか農業とかやろうかな。じゃがいも革命、人参をちょっと革命しようかな、人参を。なんかこう、逆に行きたいね。逆に。移住できる話っていうか、もう、あれでしょ、募集終わったよ。俺、第1回の募集。エントリーしたけど全然ダメだったよ。 うんともすんとも返信すら来なかったよ。火星移住計画だね。うん、あるあるある。本当にやんのかな、火星移住。でもなんか面白そうだよね。
火星だぜ、火星。絶対死ぬと思うんだけど。え、2020年、え、なんだっけ、ちょっと待って、火星移住計画。火星移住計画。火星移住計画。いわき工事、行くの ?2022 年だって。2022年に本格始動。本当にやんのかなこれ、うん、マーズワン計画でもほぼ引きこもってるだけでしょ。あ、農業してるのあるどころじゃないよ。今千葉県の作業所すごくて、ブランド豚なんだっけな、ブランド豚開発しちゃって、今すげえうまく回ってるところがあるんだよ。ね、なんだっけな、ビトンだっけな、美しい豚でビトンだっけ、なんだっけ、なんだったっけな、なんかねすごいのあるよ、うん、農業とかでうまくやってるところとかもあるから。そう、なんつったっけな、すげえうまーくブランディングしてるところあるよ。宇宙に行きたいか、俺宇宙に行っても俺何にもないと思ってるんだよね。宇宙に住んでなんかある？宇宙に住んでなんかあるか？何にもないと思うよ。俺宇宙に行ってもやっぱりなんかダメだったなって言って帰ってくると思うんだよ。だって資源があるって言ってもそれさ、違う、資源はあると思う。レアメタルとかあると思うけど、それを輸送するだけだったらわかるの。採掘して輸送するとかだけだったらわかるんだけど、それ資源はあるけど地球にとっての資源じゃん。地球でないものを他の星から取ってこようって発想じゃん。だけど、そう、火星、例えば火星にあるレアメタルとかを地球に持ってくる時の宇宙とかの運用のそのロケットとかのコスト考えた時にさ、じゃあ地球で採掘した方が良くないと思う？思わない？一回宇宙に出たいって言ってもさ、大気圏を出るだけじゃん。要は超すごい飛行機でブーンつって大気圏出てブーンって戻ってくるだけじゃん。だったら、あのね、ああ、ゆうこばばいらっしゃい。いや、マウイさん知ってる？あの、NASA の YouTube 有名なの知らない？リアルタイムでずっと NASA の宇宙の宇宙飛行士のね、あの、ちょっと待って。生放送ずっとやってんの。今もやってると思うから今見せてあげるよ。生放送、宇宙。YouTube で、その宇宙ステーションから、あの、ずっとね、生放送されてんだけど、それと景色変わんないと思うよ。あ、知ってる？でさ、別にあれと、なんつうんだろう、まあ、あれの超リアルバージョンっていうか、無重力とか体験するだけじゃん。だからそんなに意味ないと思うんだよね、俺。live.com だっけ？ NASA ライブだ、NASA ライブ。で、今でもこうやって作業してるわけじゃん。これでしょ？別にこれでよくない？なんかさ、俺これで全然満足なんだけど、これリアルタイムなんですよ。なんかエンジンいじってるじゃん。だってこれをさ、高い金払って命の危険とかさ考えて行きたいと思わないんだけど。ジャスティンさんそうでしょ？いや、なんか生放送でよくないっていう、うん、
すげえ頑張って、なんか組み立ててるよ、今。組み立ててるよ、なんか なんかすげえパーツを組み立ててる。割に合わないんだよ、そう。だったら、その、なんだっけ、ヒッピーの村とかの方が魅力があると思うんだよね。っていうか、俺思うんだけど、こんなに素晴らしい地球っていうものに住んでて、別になんか すげえ遠くに行く必要あんのかみたいな。あんまりよくわかんねえな。宇宙行っても何にもないと思うよ。いや、あるのはあるんだけど、資源とか美しいとか素晴らしいとかあると思うけど。うん。なんだろう。多分、セブンイレブン超便利だねとかそういう話になると思うの。うわ、少年ジャンプ読みてとか、バキの続き気になるわとか、うわー、テリヤキマックバーガー食べたいとかさ、そっちの方が良くない？どうなの？あ、中国はまあ大陸の国だからね、海洋国家じゃなかったから、確かにそれはあるよね。うん、おはよう、ゆめこちゃん。おはよう。俺、全然地球でいいと思うんだけどな。なんか宇宙人とかがいて、なんか宇宙人が住んでる国と交易とかだったら超行きたいの。わ かる？なんか文明とかあったりとか、その星でしか見れないツアーとかあったりするんだったら超行きたいけど、今のところ多分宇宙人まだ発見されてないし、火星多分何にもないでしょ。うん。あ、中国が宇宙行ったらデブリだらけになるっていう。うん。だから今のところ俺は行くべきじゃないとは思ってるかな。まだそのタイミングじゃねえかなっていう。わあ、めっちゃ地球綺麗って5分ぐらい言って帰ってくるんでしょ。はい、当ツアー終わりですみたいな。え、これで100万みたいな。これで1000万みたいな。なんか1000万であるよね、その大気圏、なんかジェット機でバーって登ってって1000万で無重力ちょっと体験して帰ってくるみたいなあるよね。それ宇宙に行ったんじゃなくて、地球のちょっと外れに行きましたみたいな話だと思うんだよね。ああ、まあリスクが高かったんだろうね。おはよう、りんちゃん。おはよう。いや、そんなのよりも沖縄行った方がいいよ。沖縄でラフテー食べた方が絶対美味しいよ。サーターアンダギーとかチンスコー食ってた方が絶対面白いんだけど。海きれいだねーっつって、北海道でカニ美味しいねーって言ってた方が絶対美味しいよ。元気だよ。元気元気。元気だけが取り柄だから。元気だけでここまでやってきたからね。32年間。そう。まず俺はなんか食い物がうまいところがいいな。俺ね、食い物好きだから、食い物がうまいところに行くっていうのが一番幸せ。それ以外あんまないな。元気が一番だよ。猪木はいいこと言ったよ。元気があれば何でもできるって。あれすごいよね。元気ですかーって。 すごいよね、問いかけがね。元気ですかーって。 すごいよな。カリスマ性あるよな。で、答え返ってで来ないもんね。求めてないもんね。すごいよね。元気ですかーって聞いて、
シカトっつうか、まあスルーというかで、あれはすごいよな。問いかけるっていう、挨拶が問いかけってすごいよね。やっぱスーパースターに生まれるとああいう感じになるんだろうな。あのさ、猪木ボンバイエってもともと猪木が元ネタじゃないの知ってる？みんな。風船ありがとう、りんちゃん。あれってモハメド・アリが最初なの知ってた？実は。アーリボンバイエ、アーリボンバイエだったんだよね。だからパクリなんだよね、あれ、猪木ボンバイエって。あ、知ってた？俺びっくりしたんだよね、あの原曲聞いた時。え、対戦相手の曲だったんだと思って。あ、知ってた？うん。ボンバイエって殺せって意味だっけ？うん。あ、寝てる寝てる、大丈夫だよ。ぐっすり寝てる。寝る子です、僕は。寝ます寝ます。あ、あれ殺せって意味なんだ。倒せとかそういう意味なんだ。じゃあ、捨て子の時、ワドーボンバイエやろうよ。ワドーボンバイエ、ワドーボンバイエってやってよ。てーんてーんてーん。ああいうなんかお約束とか定番があるのっていいよな。入場曲が決まってるってなんかいいよね。皆さんの入場曲ってあります？入場曲とかテーマソングとかないでしょ？ジンバブエ語なんだ。テーマソング欲しいな、俺も。え、のんちゃんのテーマソング何歌って？テンテテテンテンテテンってやつ？え、あれのんちゃんのテーマソングなの？あれ、テンテテテンテンテテンテンテンってやつでしょ？あれいいよね。あのインディ・ジョーンズの好きなのがさ、あのマップの上をさ、飛行機でさ、こう線が引かれるシーンあるじゃん。わかる？フル地図の上を。え？なんで死活されたの俺。あのんちゃんのテーマソングあれだったんだ。間違えて高速乗っちゃったり。絶対。あ、高速間違えたらあれが鳴るんだ。うん、ななみおはよう、風船ありがとう。ダメじゃん、ダメな時のテーマソングじゃん。てんててってん。てんててん、てんててん。もう戻れない。あ病気でしょ、病気。うん、のんちゃん、グラタンちょっと食べたい。温めよっか。うん。あれ、小皿にとってレンチンでいいよ。で、なんか少しがっつり食べる感じじゃなくて、せんべいちょっと食べたから、小腹が空いた。メガホンありがとう、ゆみさん。ありがとう、おはよう。ボンバイエの語源はコンゴ共和国の言葉、リンガラ語、ボンバイエのやつを殺せって意味。へぇー。あ、みんな検索してたんだね。かぶったね、ダルタニアンとチトさんが。かぶったかぶった。今ググってたんだね、ボンバイエとは何なのか。
ロードワーク行ってこようかな今から。ロードワーク行ってこようかな。おはよう。止まらない食い気さんいらっしゃい。走ってくるか。やっぱね、ボクシングは下半身が重要なんですよ。下半身をいじめ抜かないと最強のパンチが打てないんで。約ね、今ね、5キロ。5キロっすね。ちょっと僕は、この残り9分終わったら、ランニングっていうか、ロードワーク行ってきますよ。走らなきゃ。狂ったように走って走って走り抜いて、夜は夕方からちょっと一回寝て、夜バーって走ってきて今で、夜がっつりシャドウじゃなくてジム行ってきて鍛えようと思います。スパン。うん、できたの。あー、グラタン来た。のりこグラタン。よいしょ、ここここ。大丈夫。うわ、うまそう。ありがとう。うわ、超うまそう。のりこグラタンできた。のりこグラタン。うまそうでしょ。あ、相手と仲良くなってボンバイエをもらったんだ。グラタンです。いただきます。ありがとう。エビだ。うん、うまい。うん、うん、いいね。やっぱチーズたっぷりだからうまいよ。うん、え、これ貝、アサリ入ってる？うん、キノコだ。いいね、キノコグラタン。しめじ？しめじ。いいね。うまっ。うまっ。うまいよ、のんちゃん。うん。うん、うまい。うまっ。とにかくね、ドレさんのね指示でね、朝から走れと、とにかく走れと、もう走れば走るほど強くなると、走って走って走り抜いて、いや本当に美味しいんだよ。俺まずいもんまずいって言うから平気で。結構ひどいよね、のんちゃん。まずい時本当まずいって残酷に言うよね。俺はあのうまいもんしかうまいって言わないよ。まずい時まずって言うもん。店とかでも平気で言うもん。うん、お世辞とか一切言わないから。うまっ。のんちゃん美味しいんだよ。うまい。うわ、花火ありがとう。頑張る。花火ありがとう。あのね、まずい時に感想を言うクソ野郎だよ、そんなの。それはダメ。それはダメ。作ってる人に失礼だよ。うん、世の中にはまずい時だけ言う
感想を言うクソ野郎がいるって言うけど、まずいものしか作ってないんじゃないかっていう疑惑が。だってさ、俺、まずい時もうまい時も両方言っちゃうじゃん。で、まずいものが5回出てきたらまずいって5回言い続けるから、もしかして、まずいものを作り続けてるんじゃないの、それって。大丈夫？あ、言われたことない。ミスケなんかうまそうだもんね、料理ね。ミスケはなんか、和道リスナー結構料理、手料理しそうなイメージがある。なんか料理上手そう。うん、うまい。アリオリは自信あるんだ、いいね。いや、うまいものを作れる女の人はね、点数高いよ。ご飯がうまい、要はね、乙女レベルが高いと思ってる俺は。乙女レベルは高ければ高いほどいいから。人は死ねば生まれる前に戻る、永劫回帰か。スイーツはパティシエに絶賛されんだ。へえ、何作れんのスイーツは。すごいじゃん、パティシエに絶賛。すげえな、スイーツ女子だ。何でもいけるの、何でも、何でも。すげえな。うん、あ、違う、いやよ、違う、これ聞いたの。うん、いや違う、のんちゃんに聞いたのね。あの、そしたらあれは非常食で大事な食料だからっていう。のんちゃんの中ではあの食料はあの非常食らしい。我が家に何かあった時の大切な資産がこう崩壊した時のためのストックらしいね、のんちゃんの中では。いや無理だった。なんで無理なものを見に行くの。彼女は何でも美味しいよ。昨日は角煮の、角煮ご飯だった。豚バラの角煮、今日はグラタン。わお、花火ありがとう。いや、ババアとジジイの醜い争いはもういいでしょ。ババアとジジイってもう、だって両方とも事実なんだから受け入れてこうよ。ババアとジジイの罵り合いとかもう地獄絵図でしょ。ねえ、まえちゃんね。まえちゃんもババア、ドレさんもジジイ、俺は小月。やめよ、醜い争いやめよ。確かに。いや、俺らね、朝とか夜とかいう概念がないから。のんちゃんは昨日の夜中に作ってて今食べてるだけだよ。起きたい時に起きてるからもうぐちゃぐちゃになってるだけ。それじゃあ皆さん、ロードワーク行ってきます。お疲れ様です。40分ぐらい走ってきます。お疲れ様。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。